武道で育ってきて千年っていう先人たちの知恵、本当に努力と汗と涙の結晶が詰まってると思うんで、もう一度そこの宝物を引っ張り出したいな。これまた三日月に切り替えた。今までそのパンチと突きってどう違うんだろう、あこの感覚かなっていうものが見つかって、一瞬で終わらすっていうのが目標なんで、理想なんで試したいですね。94年、スーパーベイダー、あれが一番好きです。見てきた UWF インターの延長というか、まずちょっと MMA ですね。攻めて決めに行く中での回転体と言われてるのをやりたい。攻防した時点でやっぱり体のぶつかり合いができちゃうんで、ぶつからないんですよ。こっちだけが一方的に切り落とす。それは今にわたるものなし、今なおその日暮らし。